4年ぶりに通常開催し盛大に幕を閉じた今年のよさこい祭り。名残惜しい祭りの雰囲気を観光客に楽しんでもらおうと、高知市の商店街でアンコールイベントが開かれています。よさこいアンコールと題したこのイベントは、よさこい祭りを生で見られなかった観光客に踊りの雰囲気を楽しんでもらおうと、高知市旅館ホテル協同組合などが15年前から開いています。今年は4年ぶりの開催となり、毎日少なくとも2つのチームが踊りを披露しています。イベント初日の昨日は、観光客などが踊り子を写真に収めたり、音楽に合わせてリズムを取ったりと、よさこい鳴子踊りの力強さを感じていました。初めてずっと見たかったんで良かったです。衣装が可愛かったな。なんかみんな楽しそうやし、なんかちょっとやってみたか成長のよさこい鳴子踊りに飛び入りで参加できるイベントは、今月27日まで毎日午後6時半から行われています。